久喜市八方付近埼玉県道152号、加戸佐って線は埼玉県加戸市から埼玉県佐って市に至る一般県道である。埼玉県加戸市の埼玉県道38号、加戸港のす線、あたご交差点から久喜市北部を横断して、佐って市の国道4号、権ン道、桜包み交差点に至る約1 4トルの路線。 加造市南篠崎で国道125号加造波乳バイパスと一度接する。加造市、あたご南、篠崎の区間は国道125号加造バイパスの開通に伴い県道となった国道125号急道部分であるが2018年6月に加造バイパスにあたる国道125号本道の急道降格に伴い牧町交差点多門字交差点の区間が 新たに、県道指定された。しかし、旧来からのルートは2020年5月現在でも、依然として指導への降格はされていないため、短距離ながら、埼玉県道128号、熊谷羽生線と、同様、加須市内においては2路線が並行する形となっている。また、札幌市内では、対象振動という通称名がある。久喜市内で、 埼玉県道3号埼玉栗橋線と重複する区間があり、路線の線形がここでクランクする。起点、加須市区市東大林まで2車線区間の道路で、区市八はじめ交差点査定し、権元道、桜み交差点が4車線区間の都市、計画道路になる。バイパス道路は主に中川水系の定地にあり平坦。埼玉県道3号埼玉栗橋線の 重複区間との交差点でクランクになるたは線形の良い道路である。上側が起点側、下側が終点側、左側が上り側、右側が下り側。地点の表示は住所表示。なしは交差点及び橋の名前。ありがとうございます。